ひろさん、そこ、落ちちゃうよ、大丈夫？あ、まあ、網あるけど、ストンっていっちゃわない？おー、危ない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 ！ひろさん、危ないよ。え、落ちた？待って、落ちた！落ちた落ちた落ちた！みんな落ちちゃった、ひろさん、落ちた、これ！ひろさん！あぶねえ？お帰り。先ほど危なかった、僕。何が起こったの？金いくらしょってたから突っかかってギリギリ保たれてる。やっぱ落ちそうだったんじゃん。はい、今日は鮭ナダムです。はい、やってきました、鮭ナダムです。まぁ、ちょっとやったんだけどね。うん、え、そうなんですか？うん、やったんですよ。やりましたよね。いつですか？さっき、今さっき3分、5分前ぐらい。何時何分？地球が何回回った時？そういう小学生が言いそうなことは言っちゃダメです。小学生だろ。ダメです、ダメです。ああ！やばい！あ、やった！取った！ヒロさん、忘れてたべ。俺は大丈夫。違うんですよ。僕は最前線で戦うんです。偉い。ヒロさん、じゃあ、最前線。守りのヒレオなのね。攻めのヒレオじゃない、どっちかっていうと。何？俺が守るから。あ、右から来る。危ない、危ない。味方がやばい。危ない。オッケー、味方がやばい。丸みさ持ってく、そっちに。オッケー、味方、助ける、これ。味方、助ける。味方、助けてるからね、今ね。オッケー、オッケー、オッケー。どうしたらいいんですか、これ。あ、オッケー、オッケー。運ぶだけでいいよ。いくら入れる、いくら入れる。運ぶだけでいい？うん、俺が倒すから。守りのうなちゃんと。危ない。運ぶ、ひろさん。はい。え、運び屋。ウーバーイーツってことですか？ウーバーイーツまで加えて。まあ、運ぶの大事ですからね、このゲーム。一番大事だからね。なんでうなちゃんも敬語になってんですか？あ、ごめんなさい。なんか、ふと敬語になってしまいました。僕の喋り方に影響してんですか？そんなことないですよ。え、そうですよ。そんなことないですよ。いや、そんな言ってるじゃないですか。そんなことないですよ。え、絶対そうですよ。そんなことない。なんか無理なんですよ。だから。それやだ。それやだよ。なんでですか？ああ。なんか違うんですよ、ちょっと。え、いや、でも、普通ですよ。それ嫌だ。もうやめるわ、俺も。それ無理。俺もやめるわ、なんか。それはちょっと。ヒレオさんが二人いるみたいで。あ、僕もっとベリーキュートですから、いや、俺じゃあクールだから。スーパークール。え、ベリークールってことですか？いや、スーパークール。スーパークール？なんかダサいな、梅ちゃん。かっこいいでしょ？スーパークール。梅ちゃんなんかスーパークールってダサいですよ。ダサいかな？まあ、確かにちょっとアイスっぽいけど。確かに。スーパーカップみたいなね。確かに。でもスーパークール、ほら。スーパーカップもアイスで、冷たいからクールじゃん。はい。え？うん。クール、どういうこと？クール同士じゃん。アイスのクールと、スーパーのクール、はい、スーパーカップのスーパーで。かけてんだよ。うなちゃん、それが一緒でかけてると何かあるんですか？いや、何かあるかって言われたら何もないかもしれないな。これ、僕今、うなちゃんのこと守りに。あ、助けに来てくれたね。うん。俺今逃げようとしてたから、ヒロさんのこと置いて。え？え？なんで？僕助けに来たのに。あ、ありがとうね。じゃあ戻るね、一回。サメじゃね、もぐ。もぐら連れて逃げよう。よしよし。連れてきて、やって。オッケー。はい。モグラどこ。モグラ後ろ来てるよ。はい、ブグチュー、ブグチュー。俺ヘビ倒してたよ。ナイス。うん。ナイス。うい。あ、ヘビ入んなかった。やりました。はい、おいで。僕一個入れましたよ。ごめん、入らなかった。ごめんね。ねえ、うなちゃんなんか今日下手っぴなんですけど。いや、ごめんなさい。さっきまでうまかったんですけど。やべ、敬語になっちゃうんですけど。なんでですか？でもいいだろ、完全にもう、ボグルの、あれじゃないですか。乗っ取り活動成功ですよ。いやいや、違いますよ。そんなんあったな、なんか。いや、そうです。味方やられてる。そうですよ。助けてあげる。あー、うなちゃん当たってる、あと一人。これやばいから味方がスペシャル使ってくれたよ。うなちゃん、ボグ。僕了解。オッケー。ただ足りないからね。あ、だって鉄球痛い。あ、肩パット、うなちゃん、早く。これ入れて。入れて。あと1個足りない。あと1個乗ってきて、どっかから。OK。あと1個。え、やばい。終わる。無理。ダメじゃん。ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。いや。終わっちゃいましたね。なんか難しかったですよ。今回？
うん。まあ、改善点はあるけど、内緒にしとくわ。なんで？なんで？なんで内緒なの？内緒。なんで内緒なの、うなちゃん。うなちゃんなんで内緒なの？浮き輪が多すぎるって言ったらなんか、ほら、あるじゃん。みんなが。みんなが。あ、ほら、俺だけ死んでないから、ほら、俺みんながってなっちゃうじゃん。はい、はじめまして、今回。はじめまして。初めて。僕、ひでおさんですけど。初めてやらせていただきたいと思います。はじめまして。さっきのはカットです、ひでおさん。え、なんでですか？だって負けちゃ、あ、言っちゃダメか。なんで、なちゃんさっきのカットなんだよ。いや、さっきのなんでなんでカットなの？いや、なに。さっきなんでカットなの？なんもない、なんもない。なちゃんなんでカットなの？あ、怖い。無理。はい。誘導してる、偉い。ひろさん偉いね。ひろさん偉い。早く、うらちゃん怖いですよ、僕。ひろさん偉いね、今のね、誘導して。すごい、僕偉い。お前、上手くなってんじゃん。やったー。カットしよう。うなちゃんに褒められた。カットしよう。あ、なんで、いいとこカットすんの。これ、喧嘩買うなちゃん、やんのか。あ、やんのか。これダメだろ。やっちゃうか。うなちゃんやるだろ、これは。やっちゃうか。やっちゃいますよ。あ、これ倒して。僕の堪忍袋のやつが切れちゃったんですか。うん、せめて、おまで言おう。おです。おが切れたんです。ヒレオのおなんだから。ヒレオのおですよ。そうだよ、忘れちゃダメだよ、おは。ヒレオのおがやっちゃったんです。ダメですよ。切れちゃったんですから。止めて、ナイスネイスネイスネイス。止めた。ナイスネイス、いい感じ。味方と。おが止めのヒレオなので。誰かついてるよ、これ。味方ついてるよ。ダメ、怖い、無理。やばい、後ろから来るぞ、一人。僕、武器ないに、武器ないに。そっち危ないよ、来るよ、後ろから来るよ、それ。ガチで来るよ。来ないでくださいよ。今ね、誘導できてなかったからね。誰が？わかんない、それ言わない。言わない、大丈夫。お願い。倒して、怖い。これだけ倒して、次のハンバーガーを倒す。これハンバーガーなんですか？え、なんかハンバーガーっぽくない？グリルって。美味しそうでいいじゃないですか。しかもグリルするって言うしね、ハンバーグって。あ、確かに。あ、そういう意味なんですか？そう、絶対そうだよ。それ知らなかったです、僕。やばい、来てる。気をつけて。危ない。止めた。うなちゃん、僕、もっとそういうの教えてほしいんですけど。何が？うなちゃん。何が？うなちゃん、僕、そういうのもっと教えてほしいんです。そういうのってどういうの？だから、なんかそう、豆知識みたいな。豆知識か。いいよ。はい。なんか、スプラトゥーンの小ネタみたいなのないんですか？教えてあげようか。だって、うなちゃん、僕さ、スプラワンやってないから、そういうのわかんないんですよ。グリルはスプラワンにはいないけどな。あ、違う、1とか2とかも。ああ。これが。ほら、1からやってる人は知ってることが、僕知らなかったりするんですよ。あのね。うん。スプラ1はね、アンチョビットゲームズってのがあってね。うん。知ってる？うん、知ってるよ。2にもあるか。うん、あった。うん、2にあるか。アンチョビットゲームズの中にね。はい。あのね、なんかね、首だけね、埋まることができるんですよ。アンチョビーゲームズで。首だけ。首ちょんぱ？首ちょんぱできるんですよ。なんで？どうやって？あ、それは、じゃあ俺の動画でいつか教えます。宣伝。イェーイ！イェーイ！でも今あるんですか？ステージ。ワンでやります。ケガ持ってないで。ワン、僕、だって僕持ってないですよ。なんで僕が持ってないのでやるんですか？ヒデオさんいないもんな。ワンには。そうですよ。僕いないです。ワンに登場しないもんね。悲しいよね、なんか。はい。僕はその頃、修行に出てたんですよ。修行？はい。何を鍛えてたんだい？ヒレ。強靭なヒレにするために、僕は頑張って、日々頑張ってたんです。君はヒレを育ててたのに、ヒレで戦ってないの？ヒレで戦ってんですよ、これでも。ヒレで戦ってんの、それ。はい。痛そう。危ない。あ、僕怖い、これ。うなちゃん、プレッサーのいっぱいのやつ。プレッサー倒す。俺が今倒す。どうした。別プレが、俺のこと言ってるね、はい、別プレ。それは、わかんないです、ごめん。別プレ行こうか、俺。もう、うなちゃん、僕、自分のことで精一杯なので。まあ、いいんじゃない？まあ、最優先事項は自分でいいよ。イェーイ。うん。本当に危なくなったら、みんなのこと捨てて逃げていいからね。わかった。うん。うなちゃん、僕、逃げるわ。今じゃない。今だって何も来てないじゃん。今だろ。もううなちゃんビリッケツ。もういいよ、もうごめん。ごめん。なんで謝るんですか？なんで俺が悪いみたいになってんの？悪くないですよ、うなちゃんは。誰が言ったんですか？
悪くはないけど、僕がそんなやつは怒ってやんだし。ああ、ありがとう、ありがとう。優しいね、イレブさんは。ありがとうね。誰が言ったんですか？ああ、ビームくれー。え？なんか、うなちゃんがビーム出してるんですけど。かっこいいでしょ？クールうなちゃん。スーパークールのうなちゃんです。クールビームですか？クールビームです。なんかダサい。凍ります。なんか相手が凍ります。クールビームダサいんですけど。あ、危ない。あ、そっか、ウェブさんだ、これ。ウェブさんだから使っちゃっていいよ。了解しまして。はーい。あ、これ運んできてくれた。優しい。ああ、そういう優しさ、大事だ。はい。最近優しいね。今日なんてね。僕優しいので。減っちゃったらしいからね。うれ。うい。ナイス。思いやり大事だからね、ヒデオさん。思いやりですよ、すべては。そうそうそう。全部は思いやりなの、ね。なんかね、小学生の時言われたわ。思いやりを持ちなさいって。はい、うなちゃん思いやりなかったんじゃないですか。だから言われちゃったんじゃないですか。え、でも今は多分人一倍あるよ。昔がそうだとしても昔なかったから。うん。おー、めっちゃいいじゃないですか。だって昔なかったから俺友達いないもん、少ないもん。うなちゃんなんかね、そういうの見ましたよ、僕。え、あの、最初印象悪くて後から印象良くなる方が好感度が上がりやすいんですって、うん。え、でもね、最初からね、ちゃんとしてる人の方が偉いからね。まあ確かに。後から偉くなるより。はい。そうだよ。お、そうですけど。待って、ヒロさん。はい。そんなくだらない話はいい。タッちゃんが来るぞ。え、タッちゃんですか？タッちゃん来る。あれ？おー。あれ？横山さんじゃないですか？横山さんか。おい、横山タッちゃんになっちゃう、このまま。横山さんです。いや、タッちゃんじゃないですか。タッちゃん、横山さん。なんかタッちゃん、タッちゃんちょっと太っちゃってますから。横山さんです。え、なんかこっちも出るんだ。もうそれ出るか。なんかね、ランダムらしい。ランダムか。ランダムっていうか、日によって違うのかな。横綱はさ、ね、はい、別に嫌いじゃないけどさ、横山さん。はい、はあ、横山さんです。横山さん嫌いじゃないけどさ。横山さんちのお父さんですよ、これ。なんでさ、横山ファミリーなんでこの人だけ名字なん。はっちゃんは、あだ名で呼んであげて優しいじゃん、みんな。だから、パパなんですって。あんま仲良くないだろ。横山ファミリーなんですから。あ、やられちゃった。そんな仲良くないんだろ、どうせ。いや、仲いいですって。本当か？そんな別に。だって、名字で呼ぶから仲悪いなんてことはないんですよ、それは。はい。それはダメですって。弱いよ、横山さん、すごい。いや、横山さんだって頑張ってんですから。そうですけど。ダメですよ、横山さん、そんなこと言った。なんかもう勝てそうじゃない、だって。勝てます、勝てます、勝てます。おぶらおぶらおぶら。味方やられちゃった。知らないように、勝てそうなの。あ、やられちゃった、うなちゃん。待って、俺も死んじゃった。あ、やばい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 、危なかったね、だって。はい。あんな忘れると思う。3つ！やったー！横山ありがとう。横山さんありがとう。横山ありがとう。なんで呼び捨てなの？いや、なんかさん付けじゃないと。いや、一番仲いい人ほど名字で呼ぶみたいなのあんじゃん。俺が秋元くんのこと、秋元というのと一緒だ。だから秋元さんですよ。ヒデオさんも。ヒデオさんもそのうち、ヒデオで。ダメ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 。